知らん人と喧嘩しそうになりました。どうも、寺一択です。よいしょー。全然よいしょーじゃないですわ。肩ポーンしてくる人、多ないですか？あれ、やめてくれます？すっごい嫌な気持ちになるし、痛いし、びっくりするし、怖いし。あれ何？みんなでやめよう。やってる人おったら。ほんまに。まあ、今日もあったんですけど、肩ポーンされたら皆さんどうしてます？僕はね、まあぐらい、ちっちゃい舌打ちと、まあ漏れ出る声、ぐらい。まあ大体の人がそんぐらいかなと思うんですけどね。まあただ友達とかとおったりしたらなんか勢いに任せてちょけたりはする。肩ポーン、部活何やってましたとか、肩ポーン、うわー日本人ならぬ突進力とか、肩ポーン、おー肩こり治ったかもしれへんとか、まあ、そういうことをね。まあ、あんま、性格良くないの皆さん知ってるじゃないですか。なんか言っちゃうんですよね。ついつい。うん、まあでもやっぱ、肩ポーンした人大体無視してどっか行く、ですよ。うん。まあ基本的にトラブルは避けたい人生。まあ気もそんな強くないし。力も弱いし。今日はちょっとちゃいましたね。今日の寺一択は一味ちゃうかった。今回の寺一択は一味違うぜ言うてね。梅田ら辺を歩いてて、一人で止まって、携帯を触ったんですね。道の隅の方で。地図を見てて、どうやって行くんかなーみたいな見とったら、肩ポーンされて、で、携帯も衝撃で落ちちゃったんですよ。カランコロンカラーンって。携帯も落ちるぐらいの衝撃やから、勢いで、おいって言っちゃったんですよね。振り向いて、うわーいって言って、サラリーマンのおっさんかな。一歩二歩歩いて三歩目でターンしてきて、こっちに一歩二歩来たんですよ。あ、やばいかもしれへんと思ったんですけど、そっから、じーっと見られて、で、僕が言ったんですよね。いえいえ、それはちょっと、謝らなあかんのちゃいますみたいな。そんな感じのこと言ったんですよ。そしたら、えらいすんまへんって言って、ターンして、一歩二歩、歩いてどっか行ったんですけど、そこでもし、相手が、あ？って来てたら、ちょっとやばかったんちゃうかなって、こっちも引くに引けへんし、途中、ちょっと恥ずかしかったのが、むっちゃマリオのシャツ着てて、マリオのシャツ着てんのに、あーんって言うてもうたっていうのがちょっとだいぶ恥ずかしいなって思うて、一触即発はこのことかって、危なかったですね。って今喋ってて思ったんですけど、もうちょっと落ち欲しいですよね。日常ってこんなもんじゃないですか。もう一押し、二押しぐらい欲しいから、今から頑張ってええ感じの嘘考えます。ちょっと待ってくださいね。その後、まあ、何事もなくそのおっさんが立ち去っていったと思ったら、一回やっぱその向こうが腹渡り煮えくり返ってんかしらんけど、ブワーって走ってグワーって殴りかかってきて、危なーってスワーンって避けたんですよ。で、無理やな。これじゃないな。からが、まあ、結構偉いことになりまして、まあ、やっぱ肩ぶつけられて、でも携帯も傷いってもうて、まあ、やっぱ腹渡煮えくり返ってたんですよ、僕。でも向こうもなんか謝ってるとはいえ、なんかむっちゃムカついたから、おっさん待ておれって言うたんですよね。で、向こうも、もう一回振り返って、なんや坊主、やるんかいって言われて、なんか見覚えあるような気がしたんですよ。まあ、なんて言うのよ、お前、おっさん、おい。名前なんつうねんっつったら、一条京馬。僕が7歳ぐらいの頃、僕の大事な妹の命を奪った犯人やったんですよ。で、ずっとその犯人探しとったんですけど、まさかの運命の再会。お前が一条かー！ブワーッ
って殴りかかったんですけど、目の前から消えて、え？と思ったら後ろからグーンって殴られて、グワーってなって、もうやっぱとんでもないスピードなんですよね、相手も。でもこんなところで絶対負けられへん、妹のためにも絶対敵撃つぞって、そっからもう殴ったり蹴ったりの応酬、血みどろになってぐわーつかみ合って、気がつけば周りに人だかりができて、頑張れ頑張れって、もうなんかこう野獣馬みたいにできて、でもお互い次が最後の一発やな、みたいな。俺とここまで戦えたのはお前が初めてや。うわーっつって。で、僕はそこで力尽きちゃって、ガクーンってなったんですよ。そのガクーンってなった瞬間に、相手のとどめの必殺パンチをブワーッと受けて、僕のパンチがカウンター気味に相手の顎に入ったんですよね。でも相手がボクルーってなって、あ、ブクブクブクってブワーッて倒れて、うわーって観衆が湧いて、そこで、カツ、カツ、で、一人が、なんか一人老人が歩いてきて、見事じゃって。じじい誰やお前。わしはこの近くでボクシングジムを経営しておるものじゃ。あの、ジムの経営者で、そのジムの勧誘が来たんですよ。で、そのジム行って、あ、無理かこれ！無理かな？このままいけるか？嘘すぎるか？で、そのジムに行ったら、まあ、ボクサーが、いや、無理、あ、きつ、頑張ってみようかな。頑張ってみます。で、そのジム行ってみたんですけど、サンドバッグもないし、リングもないし、何にもない部屋やったんですよね。え？ここほんまにボクシングジムですか？って聞いたら、いきなり空間がぐにゃーって曲がって、ってなって、ブワーってタイムスリップしたんですよ。急に。で、え、ここどこやってなって。で、え、何これって。で、鏡があったから鏡見たら、7歳の頃の自分やったんですよ。で、急に、キャーって声聞こえてきて、何やと思って行ってみたら、妹が襲われてる。とこやったんですよ。あの、一条に。さっきのジムの会長、神様やったんやって。で、もう一度、妹を助けるチャンスをくれたんやと思って、その、うわぁ清美妹の名前ミスってるか。寺井清美はちょっと、あれ。このまま行こう。清美を返せーって、ブワッチーンって、殴ったんですけど、7歳に戻っちゃってるんで、さっき聞いてたパンチが、全然効かなかったんですよね。なんだこのクソガキーつって、頭ゴーンってやられて、で、大人の頃の僕らは耐えたんですけど、やっぱもう7歳やから、もうその、うわーって、やられてもうて。この後全然続き思い浮かばないんで、コメントで募集します。一番いいストーリーを書いた人に皆様コメントでグッと押しましょう。はい。で、一番グッド数が多かった人が優勝です。はい。で、なんかあげます。未来の小説家は君だ！応募、待ってるぜ！チャンネル登録よろしくお願いします。